か者がいるようだな。どうしたの、イーシャ。お、姉様。なんだか風がざわめいた気がして。風が。気にしないで続けて。私、姉様の笛が大好きだから。ありがとう。あら、あれは。エレシア人よ。死んでいるの？まだ少し息をしているわ。深い眠りの中、箱はもうすぐ暴走するかもしれない。さあ、行こう。バーチャルパッドをスライドして前に進みましょう。このまま進もう。必ずエルンストを阻止するんだ。ほら、ほら、白宇山テイクラエアギハラクラ。アルマが見出した使い方。やめるんだ、エルンスト。だがもう何もかも手。箱の力は、箱が暴走すれば。さあ、凡人。白宇山、ほら、薙ぎ払う。ひざまずけ、ひざまずけ、薙ぎ払う。口ほどにもない。アルマに選ばれし者がこの程度か。時間の無駄だ。消え去るがいい。遠くない未来、あなたはエルンストと出会うことになる。よかった、目が覚め。俺を怪我はだ感知した。あの、あ、さあ、ここから冒険が始まります。新しい装備を獲得。どうやら怪我。うん、そうだな。気をつけろ、ブロンズ級のホワイトシーラムだ。受けてみろ。白宇山、ほらほらほら、新しいカードを獲得しました。ソウルカードはここから確認できます。新しく獲得したソウルカードを
ソウルカードを装備しましょう。ソウルカード装備完了。クエストを続けましょう。白山くらえ、なぎ払う、受けてみろ。すぐに姉様に教えなきゃ。驚かせてしまったかな。あれ、精霊碑が光った。アルマ様、どうか私たちに導きを。10年が過ぎた今、このカナンの地で何かを。ごめんなさい、アドルさん、冒険者さん。これから巫女として大事な使命がありますので。オルハはゼーメの心境に霊力を注ぐた。オルハのあの様子、森には魔獣。魔獣もそう。受けてみろ。私がすぐに追い払うから急いで逃げて。受けてみろ。大丈夫か。誰だ。待て、イーシャが傷ついたらどうする。おじさま、彼らはイーシャを救ってくれたのです。先ほどの魔獣などレダ族の戦士であればたやすい相手だ。それと不用意に村の者に近づくのはよせ。余計な争い事の火種を持ち込むことになる。すみません。ああ、いつかきっと。そうだ、それなら僕。アルマ様、光の導きが我らレダ族の迷いを拭い去らんことを。アルマ様のお告げは。ですが。大丈夫。アドルさん、からかうの。あなたはオルハ。この先はどう猛な。クバルさん。オルハ様。それはレダ族の戦士クバルにより。風見。オルハ。私のその母と父は10年前にこの地で起きた災難。確かあの日意識が朦朧としている。ここをタップして会話を。お父さんがエレシア人の町で。出せばいいんだね。こんな素敵なもの。私、はい、この笛。今日は食べ物を持っていないの。マキュン、平気。
毛を少しだけちょうだい。安心して、痛みはないから。これから、これでまじ、この術の効果は、しばらくの。このピッカードたち、動きが妙。うん、無害なピッカードに気を割く必要はないか。ピッカードは魔獣に襲われることもあります。この姿でも魔獣には近づきすぎないように気をつけてください。術の効果。スミアドルさん、新しいカードを獲得しました。早速ミニソウルカードはここから確認できます。あれはシルバー級以上の敵だな。注意しよう。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。ハクーザ、ほら、なんとか倒せましたね。強敵に挑んで君の実力を証明するんだ。称号を見に行きましょう。称号をランクアップさせましょう。条件達成。報酬を受け取り、この条件も達成し、称号をランクアップさせるとまた強くなりましたね。さらに冒険に行きましょう。アルマ様、どうかレダ族の行く末に希望の光を。よかった、心境が。待て！すごい、シルバー級の魔獣を倒すなんて。赤髪のエレシア人よ、誰が我々の聖地に来ることを許可したのだ。この方たちにそのようなことをおっしゃらないでください。彼らのおかげでここまでたどり着くことができたのです。オルハ、忘れたのか、遥か昔アルマがどのようにこの世を去ったか。誰のせいでお主の両親が亡くなったのか。エレシアを恨んではいけない。彼らもアルマの民な。オルハはレダ族の皆さん、ゼーメの死。なんだ、祈りの泉で何かが起こったのか。わかりません。ですが、もしかして。まさかハグレリューが戻ってきたのか。怖いわ、またレダ族の犠牲が出てしまうんじゃ。とにかく外にいる。スキルシステム。戦闘の前にスキルレベルアップさせるスキルを選択。ここをタップしてスキル、新しいスキルを獲得しました。今すぐ試しましょう。今村の外は。何があった。そのあれ、そこで医者が見え。村にもいなかった。族長たちが出かけていったようだけど、もしかして医者はハグレ流の質。いずれにせよ魔獣の群れに。名神の大群、一体何が起きたんだ。赤髪の冒険か。オラオラオラ、しっかり、大丈夫ですか。やはり俺の力ではかなわんのか。無剣あの時のヒゲ。オード族長、ダメだ。
逃げろ、イリシャ。こいつ、手強いぞ。受けてみろ。今、くれ、白雲だ。くらえ、薙払う。受けてみろ。白雲山、ほらほら。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。これぐらい平気さ。よかった。私アドル、ここに。一つ目の鍵は、アルマ様の声が聞こえたので。感謝する。アルマ様がおっしゃった。まさか、オルハ。お兄ちゃん、これぜひ受け取ってね。逃がさない。烈風剣白雲山、くらえ、なぎ払う。オルハの物語を、このステージをクリアして祈願を解放しましょう。このかすかな人力に頼るしかない。私は本当にレザ…オルハ、お母さん、お前が…そうだ、オルハはさ…姉さん、大丈夫よ。イーシャは翌日。オルハ、準備はできたか。ゲージが満タンになりました。エメラス剣の力を使ってみましょう。今、受けてみろ。ソウルスキルを使用して元素シールドを獲得できます。オルハ、エモン、巫女の周囲の矢による。ごめんなさい、力尽きた。せっかくここまで。祈願すると、星空に向かって祈ってみましょう。してペットをゲットしましょう。メモリー 1-2 を見に行きましょう。続けて次のステージに挑戦しましょう。熱風剣